どうも、ハチッコ TV チャンネルのゆうきです。さあ、本日のハチッコカレンダーは、3月16日の記念日を紹介していきます。まず一つ目がですね、国立公園指定記念日。おー、1934年3月16日に、内務省が瀬戸内海雲仙現在の雲仙天草と霧島現在の霧島、これなんて読むんだ、霧島の3カ所を、国立公園に指定し、日本初の国立公園が誕生したことに由来。おー、国立公園が初めて誕生したと。すごいっすね。いいな。いいですね。国立公園とかもいいっすね。続いて財務の日。こちらは316財務の語呂合わせにより制定されております。いやー、いいですね。そして以上が、本日の記念日となります。カレンダーも一周して、最初はそうだ。最初は確か今みたいな、あれじゃなかったんですよね。全部読み上げてその日その日だけを紹介するようなスタンスだったような気がしてるんですが、昔の動画を見直さないともう1年前すら覚えてないやばい状況でございます。本当にね、カレンダーやり始めて記念日がこんなにいっぱいあるんだと、本当に毎日が記念日なんだなっていう風に思うようになりました。ちょっと不思議な感覚でもあるんですよね。日本国内にとどまってるとまたまあ飛び飛びになったりするんですけど、世界をこうね、なんで黙った、世界を、見た時に、あ、本当にその都度いろんな記念日があるんだなっていう感覚で、やっぱり面白いなっていう風に思いました。皆さんも気になった記念日とか、この記念日忘れてますよっていうのあったら、ぜひコメントで教えてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。